かようさんですか。山いろはのらきです。はじめまして、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、トイレとかあります？トイレ一応いい、はい、行きはります。はい、だからあれトイレなんですよ。あれ、はい、もしあれやったら荷物見ときましょうか。ここも緊張してる。適当に喋ってこれでいいんで。何分ぐらい測りました？家からでもそれぐらいなんですね。もうちょっと、まあ、でもちょっと飛ばし気味ぐらい。飛ばし気味ね。あ、ちょっとやばいと思って。ちょっと飛ばし気味ね。あ、そうなんですね。あの、その自分の奇跡っていうか、歩いたあの人が残ってる方がいいと思うんで、いずれか多分理解した時に分かってくると思うんで、ほんま動かしてるだけでいいと思います。はい、とりあえずじゃあ一回行ってみますね。全然いいですよ。あの道全くわからなくて、あのちゃんと説明しますね。ここは母さん知ってますよね。あ、はい、千早本部、はい、階段でね、はい、しんどいやつ、はい、しんどいもう言うてはったらもう嫌になったやつ。もういいや。あ、そうですそうです。ここ今日行く高畑谷っていうところは危ない箇所で言ったら2箇所ぐらいかな。2月の、うん、もう一番最後20日に1回来て、でもその馬乗せ行ったとか言ってありましたけど。あ、そうなんですよ。それで馬乗せ行こうと思って、うん、うん、なんか晴れってめっちゃ結構湯沖さんの方に行きたいと思って、うん、そっち行ってきたんですか。行ったんですよ。なんか前の日雨降ってなんか綺麗に見えると思って、はい、前に行った時なんか何も見えへんかった。あ、ちょっともやってたんですね。で、なんかその前の日にやっぱ湯沖さんにしようと思って。おー、はいはい、こっちなんですよ、はい、これまっすぐ行くルートもあるんですけど、こっちちょっとさらに危険なんでこっちから行きますね。これね、はい、さん、ここにガードレールに、はい、ここから入るのが、はい、通じよう谷っていうとこと、はい、ちっちゃいけど高畑谷っていうとこと、はい、もう一つこっちに松の木っていうルートがあるんですよ。はい、3つのルートここに入ってて、はい、ここから、そうなんですよ、行きましょうか。多分、かようさんの登山歴聞いてたら、今日が多分一番アドベンチャーな感じになると思う。早速、ちょっとロープ持ちながら行ってください。これが、ここをね、かようさん、下、こっち下降りて行って、沢渡って向こうにルート続いてるんで、はい、あっちのルート入っていきますね。はい、これ あのあれですよね。うん、言ってはった季節によっても全然見え方めっちゃ変わるんすよ。もっと草茂ってくる。もうこれからどんどん草茂ってくるんで、はい、ああいうルートは割と見えてるんすけど、はい、周りはもうもっと緑の草がわーって、はい、夏場とか結構もうすごいんで、こういうのね。こういうの浮き石って言うんですよ。割と動く石だから、こうこんなん踏むときは必ずこうやって片足つけた状態で確認して、あ、これ動くなってなったらこんなんは乗らん方が絶対いいんで、そういう浮き石を気をつけながら、例えばストックとか持ってたら、あのストックでグングングンとかでつついたりする人もいるけど、まあ大概足でやる方が絶対分かりやすいんで、慌てず行きましょうか。それね、かよさん、今こっから見てたらこっちなんですよ。もう迷うでしょ。え、あんまりすご
怖いでしょ、あの一瞬で迷うでしょ。でもまあ ここは別に行ってもすぐ戻れるんですけどね。でもこういうとこからって、そうなんですよ、そうなんですよ。だからこう友達とかと万が一今後行くことあったら、喋ってたらね一瞬で迷ってまうんで。まあ迷う、おかしいなって思っても、要は元に戻れるかっていうのが山は一番大事なんで、あの迷ったやろうって思う位置まで、あのほんまに道迷い遭難するときは、あの自分の知ってる場所に戻れないっていうときが、俺も 4,5 回あるんで、あります。もうもうでもあれですか、それは気づいたらあれおかしいってなる。そうなんですよ、もうほんまに5分10分歩いてしまったら、下手したら500メートル700メートルとか歩いてまうんでね、そうなったらもうめっちゃ怖いんですよ。今まさにでもかよさん持ってますよね、こんだけ雨続きやったのにきっちりやんだ、すごい。明日もまた雨っすもんね。ねえ、これかよさん全然覚えなくていいんですけど、ここからねガーって登っていくの、これ松の木ルート登れるんですよ。松の木ルートって言って、今日これで帰ってきてみようかなと思ってるんですけどね、これも割と分かりやすいんで、今日は谷から行ってみましょうか。はい、このまあだから雨降った日はもうほんま俺はあんまりキャリアない人らは絶対山は入ったらあかん。あ、別にこのパニックとかそういうの関係なくて、うん、もう基本は、はい、あのどういうのかな、谷も土砂崩れとか、これ、はい、これ今谷の底を歩いてるじゃないですか、はい、右にもこう斜面があって、はい、こっちも斜面、はい、だからこう雨いっぱい吹くんだら、いつ木ごとバーンって倒木って言って倒れてきたら、もう土砂がドサーってなるんで、こんなルートでも結構土砂崩れあるんですよ。なんで基本は晴れてる日に行くのが一番いいんですけど、10メートル先、15メートル先、どう足をたどっていこうっていうのをちょっと考えながら行かなあかんっていうのが、こういうルートの、これもまあ一応登山道なんですけど、でもバリエーションルートって言って、決まった道じゃなくて自分で決めていく道なんで、そういうとこ多分ポツポツ出てくるんで、うん、全然ルールはないんで、思うようにやってもらえれば。結構ねほんまどうしようっていう瞬間とか出てくるんですよ。あのここのルートはないけど、これはどうやって行くんやろうみたいな。足元気をつけてくださいね。よいしょ。もう俺もめちゃくちゃ苦手なんですよ。俺多分世の中で蛇が一番苦手ちゃうかなっていうぐらい。でもなんか急に来られたらちょっとなんか。ですよね。はい、あれねめっちゃ不思議でね。蛇、はい、嫌いな人間ほど蛇見つけるんですよ。多分ねそういうお仕事してはるからわかると思うけど。で怖くない人って見つけないんですよね。ムカ、うんうん、でも無理で。あ、ムカで。ニョロニョロしてるの。ムカでは、まあ、もうなんか木のなんか。あ、やっぱくっついてたりします。はい、中とか。あとで。下手に。うん。このあ、くるくるって回っていてて。要は栄養取ってた食べてるってことなのかな。虫が。のとこに来るのを、あ、それを食べてる、捕食してるわけや。はい、ええー。
走る男にばっかり当たる。それね、ムカデもヘビもよう知ってるんですよ。この人多分僕のこと嫌いやろうなっていうのをよう知ってて出てきたろうっていう。うん、まっすぐ。ここにね、右に滝が見えてきて。あ、真ん中ら辺で滝が折れててね、腰折れ滝っていう滝なんですよ。で、ちょっと水分の飲みます？あ、取りましょうか。はい、はい、はい。今度ね、ここちょっと登っていって、はい、あっちに登山道が続くんですよ、はい、で、こっからがここ落ちるとやばいとこなんで、はい、ちょっと緊張するところが2分ぐらい続く、はい、1個目の今日の危ないとこですわ、はい、何やっても絶対ロープだけって話したらダメですよ、はい、俺何かあっても絶対助けるんで、はい、この辺にやし、割とつるっていくときあるから、割とグリップこう確かめながら。OK。うん、それもいいよ。引っ張ったら。割とたるむんでね、どれぐらいたるむんかっていうのも確認だけしといてもらって。OK。で、そのままロープ持ちながら、右へ進んでいきましょうか。これぐらいの高さだったら怖くない？大丈夫？今んとこ行ける？ OK。 こんな危ないとこ行く予定ちゃうかったのにって思ってます？いや、全然なんか、行ける。多分一人やったら、うん、よう、こんなとこ無理っすもんね、最初はね。はい。なんか、うん、あ、楽しめてるんやったらよかったけど。チャンネルはそのまま、そのまま、そのまま、そのまま。これも、はい、細いけど、岩の上を、そのロープ伝いながら行くか、はい、ロープ手届けへんけど、ちょっと下まで行って、はい、階段、木があるところ、階段みたいになってるんで、はい、あっちを登るか、どちらでもいいですよ。はい、それ行きます。これね、割とね、こうやって、はい、ちょっと一回いいですか、はい、こんだけ頼むんですよ。あ、ほんで、なんか、おおってなる。そうっす。だから、これを、はい、こういうのって向こうにくっついてますやん。はい、だからこう引っ張るんじゃなくて、こう引っ張る。ほんなら、たるみにくいんで、はい、これ万が一バランス崩すと、こんだけわーっていっちゃうんでね。そうですね。だ結構怖いんですよ、はい。なんで、あんまり頼りすぎず、はい、前を引っ張る感じで行くか、こっちまで行って、こっから階段で登っていくか。それも、お任せします。ちょっとね、落ちた怖いなっていうのもあるけど、まあ岩つかみながら下からの方が安全かもね、もしかしたら。掴めそうなとこあります？なんとなく。OK。ロープ掴めるんやったら掴んでまいりましょうか。OK。
はい、左に行きますね、はい、この辺からね、あんま見たくないやろうけど、右がだいぶ高くなるんでね、それもだいぶたるみだと見といて、ここがね、カエさん、冬場ここ雪ついてて、うん、この辺踏んでしまってスローンって行って落ちてレスキューが来るみたいな。なんかあれ YouTube でなんか流してるんじゃない、うん、あれになんかコメントなんかとかね、出てました。なんかそういうのなんか誰かが言ってたかなみたいな、うん、はいはいはい、結構ね毎年いてるみたいですよ、毎年、うん、でこれ登ってもらって、ちょっとここがね分岐点なんですよ。こっからこの辺から写真撮っててもいいかも。この橋を渡っていくルートがツツジオ谷っていうんですけど、はい、こっちの谷に入っていくのが高畑谷。今日こっち行くんですけど、ね、はい、これ渡るんですね。こっち行く、うん、ツツジオ谷に行くときはこっちを渡るんですけどね。行きましょうか。何のだからって言われそうや。江戸のなんか話、うん、なんかこう早生まれとか、はいはい、なんかあの数えでとか、なんかそういうのよくあるじゃないですか。はい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 、ああいうのなんか若、うん、あんまりそうなの。そのなんかそうなのでなんか日本、うん、日本のなんか。なんか親とか、うん、なんか数えでなんとかやからとか、なんかその役とかあったら、うんうんうん、数えってなんなんみたいな。なんかそう、ちょっとね、ちょっとあのそういうの苦手、ね、苦手なところがあるんですね。そうなんですよ、なんかこう勉強面はあんまり良くて。いやいやいや、あの生きるノウハウさえあれば大丈夫ですよ。けど、なんかどんな感じで行ってますか。なんかこうどっか行きたい山あって、うん、でそれに向けてこのルートで練習して、そう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 、ほんまそんな感じですね、うん、でいつもだいたい1年間に1回ぐらい目標を立てるんですよ、はい、いい山、はい、ここは今年行きたいよなっていう、はい、でちょっとそんな簡単じゃない山、うん、でそれに向けてあのじゃあこの山もこの山も行っとかなあかんな、よく似た感じやからみたいな、うん、でそれ行くために、うん、金剛山でじゃあこのルートで練習しとこうかとか、うん、っていう感じでいつも進むんで、これくぐりましょうか。 OK、うん、できるだけ水ないとこ探しながら、はい、登山って電話で言ったみたいに、はい、いかに汗かけへんように、いかに足濡らさないように行くかっていうのが結構ポイントなんで、はい、足濡れるとね、はい、もう冬場なんてたちまちダメになるんで。はい、さん木の根っこって結構こういうのってね、乗るとスルンって滑るから、はい、できるだけ石、平らな石か、はい、土を踏む、はい、もうなければ、はい、もう水の中入るっていうぐらい、はい、ある程度覚悟しながら、はい、
こっからね、前のロープ見えてるところが2つ目のちょっと危ないとこなんで、これね、はい、1人ずつ行った方がいいんで、はい、まずそこまで行って、まずロープの裾を掴んでもらって、はい、ロープがなくなるまでとにかく絶対ロープだけは離さないでください、はい、で、めっちゃ細いけど、はい、歩くとこはちゃんとあるんで、はい、で、さっき、うん、はい、そうやね、さっき川さん言ったみたいに、こう引っ張ったら、はい、どれぐらいたるむかっていうのだけ確認しながら、はい、ね、ちょっとこう、はい、割とたるむんでね、こっちに倒れても大丈夫なぐらい張りながら、たるんだまま行くと、そのたるむ分がわって動くんでね。あ、そこ。そうですね。俺一回行ってみましょうか。どんな風にするか。日本じゃないかもわかんないですけどね。その、あ、これ、両手で行ってくださいね。僕は片手で行くけど、こうやって張ってたら、こうなったとしても、ここで耐えれるじゃないですか。こうやって行ってて、万が一バランス崩すと、こんだけ、わーってたるむんで、これが怖いんで、割とこうやってピンピンに張りながら、最初怖いんですけどね、いけます？足元時々見ながら、全然、だピーンって張ってるから、割と安全にいけるはず。うまいっすね。全然大丈夫。OK。これでもう今日危ないとこないんで。はい、まあ、あとは、割と危険ではないです。こっからね、ちょっとずっと登っていきますんで、はい、このもうちょいしたらこの沢ともうお別れしますんで、はい、行きましょうか。よいしょ。これ右行きますね。そう、だからそこなんですよね。その仮に助けてくれって言っても、はい、どこいてるんが分かれへんかったら、ね、説明できへんすもんね。どこでなんかそれが分かってたら迷ってない。いや、ほんまそうやねんな。だから自分が今どこにいてるかっていうのがね、はい、行けますか。よいしょ。ここがね、もう沢の源流一番スタートなんで、こっちに上がれるところがありますね。もうちょっとしたらね、はい、水場って言ってちょっと水があるとこあるんですよ、はい、まああと1分ぐらいで、はい、ちょっと休憩しましょうか、はい、ね、はい、寒くない？大丈夫？寒くない？いけます？はい、OK、 よいしょ。アフガンストーリーって言って、はい、ストーリー、はい、こういうのを受けてね、はいはいはい、結構でかいんですけどね、はい、普通の麺なんですけど、はい、こんなでかい、はいはい、俺ももう寒い時は、はい、もう こういうのもガッて巻く、こう、はい、こうやって巻いておったら、はい、やっぱ首だけ温めるだけでも全然、はい、
結構ね、人間はもうほんま首とあの手足、手と足冷えたらほんま寒くなってくるんで、それだけでもね、首巻くだけでも、だから全然手ぬぐいでも俺いいと思うし、こんなんもアマゾンとかじゃ1,500円ぐらいで売ってる。これとか触ってもらったら普通の綿なんで、濡れたら結構大変やねんけど、だからあんまり登る時とかに俺つかへんつけへんねんけど、上で寒い時もこれグーって巻くとかに行きましょうか。うん、そう、うん、好み。でも俺思うには、あの今佳代さん履いてるみたいな、こうやっぱトレッキングパンツが俺は一番いいと思う。ワークなんでね、うん、なんかあのとりあえずスースーせえへん、はいはいはい、なんかでもそのうちも集まってくるんですかね。うん、もう5月、まあでもね、まだまだ1ヶ月、はい、2ヶ月は山の上登ってきたら、はい、涼しいなぐらい。でももうね、5月の末ぐらいになってきたらね、はい、もうほんまとんでもなく暑いんで、あの5月、そうですね、5月普通にしたらめっちゃ暑いですね。うん、真夏はね逆に下界がめっちゃ暑いじゃないですか、はい、うん、だから山の上登ってくると涼しさ感じるんですよ、はい、うん、変な話10度下手したら15度ぐらい違うんで、あ、はい、涼しいってなるんですけど、うんうん、5月ぐらいとかは俺は5、6ぐらいが一番湿気とね、湿気つらいっすよ、はい、でもそのねミレーのドライナミックっていうやつ、はい、それは絶対いいと思うし、でもそれも高いんで、はい、アマゾンの代用品、はい、でもそういうのめっちゃ嬉しいね、中国製でも全然、はい、そんなんどうせ、はいはい、アミシャツなんて誰にも見せるもんちゃうから、はい、なんかその時そうそう、そっちよりあれですよね、自分の体守る方がね、うん、でそれなりに探したら代用できるもんって意外とあるんでね、うん、まっすぐで上の方にかよさん、あのちょっと岩見えます？あの岩目指していくんで、一番下に着るものを、はい、さっき言ったアミシャツは別として、アミシャツはもうほんま下着扱いって思って1枚目に着るもの、もうそれは絶対間違いなくポリエステルがいいんで、うん、で、うん、ずっとこうチェックして、こう、なんていうんですか、あ、置いてるやつ、カートに置いてるとか、はい、これどうですかって見てもらって、うん、全然いい、全然いいよ、見るよ、なんかこう、カーディガン、それってどうなんやろうっていうのがね、これは、なんかカーディガンみたいな感じで、へー、はい、でも後から見てみますね、はい、なんかそのカーディガンとか、まっすぐ行こうかな、うん、そっち行こうかな、はい、どのタイミングでとか、うん、着るとき？なんかいつ期間短いのかなとか、あ、それから冬とかの中に、なんかこうあんまり着んと、そうやね、なんかいざ着ていくとめっちゃ暑いとか、はいはいはい、とかってなって、そのどのタイミングで使うん、どの季節に使うんみたいなのがね、うん、上り一番急なところは今ちょっととりあえず一旦クリアで、まだ休憩せんで行けます？大丈夫？はい、なんとなくゆっくりでも行く？ゆっくり、はい、ゆっくり行きましょうか。なんかその言ってたなんかパタゴニアのはいはいやつで、それなんか分厚いアウターって言ってたよね。分厚くないんや。ないくて、なんか一応なんか山っぽいというか感じで、うん、でなんか中にチャックでなんか薄いインナーつけれるんや。はい、つける。だからこれ山に着ていくようなやつなのかなと思って。取り外しできるってこと。取り外しできるやつ。で、
でこれ脱ぎ着できるやみたいな、うん、2枚セットやしと思って、うん、それは新品で買って中古、中古で買ってました。 でもなんかいざなんか着てみたら、うん、暑すぎて、はいはいはい、で冬1月とかやったんですけど、うん、結局車から出て、うん、で10分ぐらい来たの、うん、なんかこれ何やったのみたいな、ちょっとまあ古着やけど、まあ、まあまあしてたので、うん、あいやいやね、なんかえぇ、ってなって、で顔の怖いってなってでもね、はい、こう山やってると、はい、この関西で低山ハイク、はいはい、低山登山やっててもね、はい、例えば先週俺3月21日、はい、あの高見山って奈良の山行ってきたんですよ、はい、インスタにもちょっとアップしてるんですけど、はい、もうめちゃめちゃ超雪やったんですよ。めちゃめちゃ冷えた日やってね、はいはい、50センチぐらい雪積もっとって、だからこういう歩くでしょ、はい、この辺まで雪来るゾボって、はい、で無氷って言って、はい、うん、もう木に氷がぶわーいっぱいついて、はい、うん、あったんですよ、はい、で頂上は気温で言うたらマイナス8度ぐらい、はい、で風が10メートルぐらい吹いてたんで、はい、1メートル風吹くと体感温度1度下がるって言われてるんですよ、はい、だからその日って体感ではマイナス15度超えてるぐらいなんですね、はい、そういうとこ行ったら、はい、たちまちそういうのがいるんですよ。ほんで、あの、置いときましょうかね。うん、絶対俺は、そういう。山続けはるんやって、はい、で、まあ俺は一番おすすめは冬や思てるから、はい、秋も紅葉で綺麗ですけど、はい、冬山って、怖いけど、ほんま、見られへん景色がもうとんでもないことになってるんで、はいはい、だから、冬、登山やろうってまして、はい、かよさん、はい、冬から始めてるから、はい、多分冬も登りはると俺は思うんすよ、はい、だそのほんまに冷えた日、はい、今年なんてねはっきり言ってこれ暖冬やから、はい、全然寒くなかった冬なんですよこれ、はい、うんうん、金剛山でもめっちゃ冷える時やったらマイナス12ぐらいまで行くんでね、はい、うん、そん時用に、はい、冬用のアウターとして持っとく方が俺はいいと思う。かよさんな仕事上ね、はい、まあまあ大変な体力使う時もあると思うんですよ、はい、1回休憩して、はい、2時間ぐらい休憩してから動こうかってめっちゃしんどいと思うんですよ。もうその日仕事したないわみたいな。終わったね。ねえ、はい、でも5分10分ぐらいで次動こうかって言ったらまだ全然体が起きてるんで、だから登山もこう何よりも心拍数をできるだけ上げん方がいいんですよ。心拍数、はい、あのまあ要は息切れ、はい、うんうん、まあ、多少はもちろんするっすけど、はい、あのもう心臓バクバクしてきて、はあ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 言うて、はい、止まらへんっていうのはあんまり良くない。それは何でですか？あのね、一番汗かくんですよ。あ、そうなんですか？心拍数上がるから汗ってかくんで、あのこれで今からさん覚えなくていいですけど、左から松の木ルートっていうのとこれで合流です、ね、これ今上についてる水が全部落ちてきてる。よし、こんにちは。もうちょい行ったらね、はい、多分もう 1,2 分ぐらいで、はい、真ん中にこれぐらいの背丈のポール、あの木の切り株があって、これぐらいの はい、あって、うん、それ左行ったら高畑、あ、分かりました。右行ったら松の木ですね。あ、はい、もうすぐ行ったら分かると思います。はい、ありがとうございます。ちょっと Y の字になってますわ。はい、ありがとうございます。はい、いってらっしゃい。
これ今カヨさんもう最後の登りやから、はい、うん、もうちょいで到着する、はい、やっぱ雪残ってたんやね、ちょっと、はい、ね、なんか雪あるわ、ほんま、あんなに下ぬくかったのに、うん、やっぱ上は冷えてたんやね、ね、あ、女の人やから、はい、多分あんまりそういう感覚ないっすけど、はい、俺ら一応おっさん男なんで、はい、あのどういうんかな、自分の考えと自分の想像と自分の経験で自然に勝てるかどうかっていうのをやってる、やってるゲームをやってるみたいな感じっすわ。なんか想像してこの時間に出発したらいい景色見れるかどうかとかね、なんかそれをうまくいけば勝ったって思うし、うまくいけへんかったらやられたって思うし、おお結構上ボタボタに落ちてきてるやん、雪解けて雨降ってるみたいになってる、さっさって歩いていきましょうか、うわ滝みたいになってる、いや、もう雨や。いや、これはすごい。晴れてんのに。かよさん、ここのが反抗してるって言ってましたっけ？反抗して5回目なんですけど。あ、押してる？はい。オッケー。5回目バッチリ。お、ほんまやね。いける？うん。じゃあ、さっき、頂上行ってまいりましょうか。はい、到着、オッケー、お疲れした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 、おお、めっちゃ見えてる、一番最初に本間山行くときって怖かったでしょ、めっちゃなんかドキドキせえへんかったですか？怖かったです、怖かった、どうなんねやろうみたいな、はい、なんかこの1回で死んだらどうしようとか思うでしょ。まずね、私なんかまず駐車場に着くまで迷ったんですよ、なんかその、まあ、それこそ運転があれなんで、誰だってないですね、なんか、あ、私駐車場にも着けへんのやってなったんですよ。もう帰ろうかなってなって、登る前に、登る前に、うん、はい、駐車場につけれへんってなって、もう帰った方がええんかな、うん、今みたいな、行かん方がええってことかみたいなってなったんですけど、今ちょっと頑張って、頑張って、はい、で今着いて、着いたら着いたでなんか、まだその時まだ、ヨキさんの動画までたどり着いてなかったから、うんうん、途切れ途切れのやつしか見たことない状態で、はい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 、あ、それでスタートしてるわけや、で来たら。全然ちゃうやんみたいなってこんな景色なかったねみたいな、でも人はいっぱいおったから、うん、こっちで会ってるんですかってその階段にたどり着くまで何回も聞いて、何人か聞いて、やってるよ、階段のとこ、こっちやってるよって言って、迷えへんからって言って、見て登り出したら今度めっちゃしんどくて、もう帰ったのって、もうずっと帰ろうか、帰ろうかっていうのが上に着くまでだいぶあって、上に着いたらホッとしたけど帰り帰れるんかなみたいな、来た道覚えてないけどみたいな、なるよね、うん、みんなはね何回も来て慣れてはるから、うん、一人で大丈夫大丈夫ってみんな言うけどね、うん、初めての人からしたら、とんでもない大冒険になってね、うん、これだけで湯沸かしのセットってめっちゃ、うん、超なんか軽量化でしょう、これだけ、うん、これに1本ね、さっきこれ全部もうこれに全部入った、うん、今まとめたんですよ、
これがバーナー、これがバーナー、これにアルコール入れて火つけたらバーナーになって、でこれをで、これチタンなんですよ。チタン製でめっちゃ軽いんやけど、でこうやって、でここにこれ刺してごとくって言うて、でここに乗せるだけ。でそれがこうお花がこうこうやって反り返るんですよ、キューって。でそれがこうなんか妖精みたいに見えるっていうので、春の妖精のカタクリって言うんですけど、それが3月末ぐらいから4月の初め1週目ぐらいまでかな。でカタクリが終わったら今度はその二輪草、二輪草が終わったら今度大和葛城山ってこの横の山にあのツツジ、真っ赤っかのツツジの花、そのこの辺はもうその3つがこう春の花登山、花登山のこうメインというか。この二輪草はね、今言ったカトラダニっていうのめっちゃ危ないから、下から上がってくるので危ないんですよ。だから頂上まで別ルートで来て、で上から15分ぐらい降りたらもう見れるから、上から降りていってそこまでで見るっていう手もあるから、上から行く場合のルート動画もちゃんと作ってるんで、うん、それもまた見てもらったら。ここもいろいろ言ったらややこしいんですけど、これ降りていったら、うん、これもね、ツツジオダニって最初の丸太橋渡ったところで分かれ道あったじゃないですか。今日は左から行ったら高畑で橋渡って行くんですねっていうところ、あれずーっとまっすぐ来たらこの下まで来るんですけど、でこれ10分ぐらい下ったらその谷に出るんですけど、これもここもね、あ、雨でだんだんこう削れてくるんですよね。そうそう、あ、ごめんね、はい、さん、こっちが高畑ね、はい、あ、こっちから登ってきたんですよ。でこっちから帰りますわ、はい、こんにちは。こんにちは。ここ今日の高畑谷は、まあちょっと前半若干沢があるからね、そのスニーカーっていうわけにはいかへんやろうけど、でもね、基本俺は山慣れてない人はやっぱりミドルカットって、まあ、これぐらいとかそれぐらいとかね、まあハイカットまで履く必要はないと思うけど、ローカットは良くないと。やっぱり理由ってことやね。慣れてない人って必ず体感がないんですよ。で山道って下界の普通のアスファルトの道ってね、言うたら基本は全部平たいところ、階段があっても平たいところがあるし、だからバランス崩しようがあんまないんですよね。でも山って足置いたらこうやって斜めになったり、降りようと思ったらこうやって斜めになったり、岩の上乗ったらこんな足になるって、こう常に平らな箇所が少ないじゃないですか。その時に一番人間ってこう足ぐねってやりやすいんですよね。そのぐねった時にローカットやったら足首守ってないから、まんまくるぶしごとガッてやってまうんで、そういうのをやってきたから、それでこう音楽の編集は得意なんですよね。だからそれがあるおかげで映像の編集もできたから、あ、なんか俺やっぱ山の YouTube やるために音楽やってたんちゃうかって思うぐらい繋がってんなって自分でもほんま思うぐらい。でも私もなんか
あります？はい、なんかもうその、それはでも言ったりするなんかアイドルが好きなんですけど、うん、はい、言ってましたね、はい、なんか金剛さんのことは、なんか、まあ、金剛さんしか知らなかったってなんか言って、うん、でそのアイドルが山登ってるってなって私金剛さん、行った方がいいんちゃうかなみたいな、なんかその人が好き言ってるし、ね、その人は別に金剛さん来てるわけじゃないんですけど、うん、あでもなんかこう、はい、それがこうなんか吸い込まれるような、はい、なんかしてきてる誰か顔作ってるこういうずっと最初沢歩いてたのあれ歩いてたんですよ、はい、この沢に降りていきますんでね、はいはい、よいしょ、オッケー、降りてきた。降りてきたらなんかこう安心する。安心はするんですけど、まあ、うん、つまうのかみたいな。はい。これ今日まっすぐ行って、はい、行ったところが高畑ですね、はいで。ちょっと行って、はい、岩場みたいなとこをちょっとロープのとこついて行って、落ちたらやばいですよ。で、丸太橋があって、左行ったら高畑、また右行ったら土ですね。で、その前にここで。これ登っていったのが松の木です。これで降りてきたんですよね。結構急やけど、降りてこれたでしょ。はい、下山してきました。天気は晴天です。トマズお疲れした。疲れした。よく頑張りはりました。チェックアウト。いや、わからんくて。ちゃんと言わなみたいな。はいはい、があったんですね。はい、なんか、こう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 、はいはいはい、せやね、せやね、無理なん分かってるけどみたいなことやね。せやね、すいませんね、いらんこと言うて。いいえ、こちらこそ楽しかったです。もう帰りほんだら多分間に合う、まだ3時半やからね。オッケー、はい、ありがとう、気をつけて、はい、ありがとう、すいません。